What's up YouTube? MC にがりです。さあ、この動画はですね、私 MC にがりが UMB に関する様々な動画を視聴し、感想を述べたり、解説を行ったりと、そういう動画になっております。では本編の前にチャンネル登録、そして高評価の方どうかよろしくお願いいたします。それでは早速、私が本日視聴する動画こちらでございます。UMB2023 栃木予選ベスト16の第8試合、人空 VS メタル忍者。マニアだったらね、どっちの名前も知ってる人多いんじゃないかな、とかもしくはどちらか知ってるっていう人結構多いんじゃないかなと思いますけども、ベスト16にしてはすごい豪華なカードなんですよね。で、肝心の試合がまた面白い。それでは早速みんなで楽しみましょう。 VTR レディーパイ。すげえ入ってくる声なんですよね。こいつポイント今のところかな。もうやばい。ここめっちゃうまい。このバトルはやばいですから。どっちもうまい。どっちもめっちゃうまいです。リンクさんの結構入りからもうあの声で入られたら、まずリズムよくおってなるじゃないですか。まずで、お前がメタル忍者、俺がリンク、絵になるケミカル忍者っていう、こうパンチラインバチハマってて、おおってリンクさん来たってなったのを、あのなあ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 みたいなやつでがめっちゃハマってんすよ。音にリンクさんめっちゃハマってんすけど、あのなあ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 みたいな入りが異様なほどハマってんすよ。なぜかビートに、なぜかっていうのがハメに行ってっからなんですけどね。それメタル忍者のスキルなんですけど、っていうぐらいハマってて、そこで全部なかったことにしちゃったんですよね。それでメタル忍者がなんかもっと普通にやってたら客の反応も違ったと思うんですけど、ケミカルって言ってるところをそれはノーケミカルだろうみたいなついたりとか、なんかまあ他のところでインも結構踏んでるからそこ踏み返したりとか、いろんなやり方があったと思うんですよね。でもそれを全部あのなー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 って僕がスキットみたいなのでぶっ飛ばして、でそこから自分の方に持ってって、こう聞き取りやすいようにやってっていうのが、まああの入りがね、意外と勝敗を分けたポイントです。だってリンクの2バース目もレゲエの早口の対抗して、でジャンジャンバリバリジャンジャンバリバリで、普通の人だったらね、そういうのいきなりやろうとしたらルルルルルルってなっちゃうんですよ。でもそれをジャンジャンバリバリジャンジャンバリ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 パーディーパーディーで一回落とすんですよね、その冷静なところで。でまたその冷静なところの落とし方が完璧なんですよ。でそっからの3小節目と4小節目、人気さんのここが一番スキルフル。このバトルでめっちゃうまい、めっちゃうまいんだけど、最初のスキットのインパクトがあるんですよね。声もいいし、メタル忍者なんか独特に、どっちも声がいいですけどね。まずジャンジャンバリバリに対抗して、メタル忍者がちょっとまたなんていうか、最後の方抜くような早口を見せる、なんてか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 なんかディスり合ってる感じじゃないんで、嫌な気持ちに一切ならないんですよね。なんていうか、リンクさんとスーパースミは奇跡的なうまさですよ、ね。
単純なんですけどね、やってることは自分の、ねね、好きなことを一番いいと思う方法で歌うっていう、なんですけどね、これは結構ね、本人たちが意識してるかしてないか置いといて、さまざまなね、こう小ネタがね、小ネタっていうか、その細かい攻防でしたよね。これはかなり面白いけど、やっぱあの、ただこれはメタル忍者の若さとこの思い切りの勝利って感じですかね。人気さもこうベテランらしいなとか、マニアックないろんなポイントを音でも言葉でも作ってて、かなり名勝負だったなと思います。そんな感じですかね。まあ、これ本当もう 座りながらですけども、スタンディングオベーション画角があるんでね、あれですけどという感じです。ですが、栃木行政のチャンピオン誰か知ってますか？こちらです。バン、サム。そうです、サムさんが優勝なんです。まあなんだろうな、山梨のポニーさんとかもそうなんですけど、まあこいつ出たら優勝だろうみたいないるじゃないですか。なんかでも大阪で今あるしてバーンって出てきたら、うわもうあるしてだわってなるじゃないですか。でもいざそうなってる側って結構ね緊張するもんなんですよね。外したら5割増しぐらいでマイナスに見られますから、外してなくても普通にしてるだけでこうちょっと盛り上がってないと、あれってなんか滑ってるみたいな風に見られやすいんですよね。上げるのが当たり前って思われて、そういう中を勝ち、なんかもう熱くならずに冷静に勝ち上がって、多分まだもっと上があるなっていう、その本気で勝ちに行こうとしたらもっとやることいっぱいあるんだろうな状態の中、まあ、優勝していったサム君、さすがっていう感じでしたね。結構横綱相撲でした。だから栃木のサム、山梨のポニー、この2人は結構横綱スタイルだった気がしますね。なんかその1日を通してライブもガッチリかましてだけど、でも栃木もかなりね、やっぱメタル忍者君もそうですし、あやかしとかジョーカークラウンとか結構そのリン君もそうだし、なんかその若い世代もビジュアルも良くてラップもかっこよくてみたいな、人間性もよしみたいな、こう三拍子揃ったやつがね続々出てきてるんですよね。だからそういう子たちがリスペクトしてんだけど、その上であともう一歩二歩村元にガッといければ逆に行かないとひっくり返せないかなっていう、やっぱサム君リスペクトしてるぜっていう、どうしてもね向こうも気持ちよくなってね、まずはサムモード全開でやられたらもう難しい。みんないい子なんですよ、ちゃんとリスペクト言葉にして。でもね、もっとね欲を言えばね、こうまあ、ディスり合いだけが全てじゃないですけど、愛を持ってね、こうサム君そこは違うんじゃないですかっていうポイントをみんなで見つけていきましょう。だからそのコメント欄に書いてください、サム君の弱点を僕も探していくんで、という感じでしたね。でもまあ本当さすがの優勝って感じでした。年末も、まあ、かなり優勝候補に近いところにいるんじゃないかなと思って見てましたね。まあ、じゃあそんなところでしょうかね。 UMB 栃木予選、まあ、だいぶ長丁場になりました、ね、DJ2 人もやっぱさすがのスキルでいい大会になると思います。それでは、この辺でお別れといきましょう。次回の動画もしくはあなたの街の UMB で、熱い握手を交わしましょうということで、ありがとうございました。チャンネル登録・高評価よろしくお願いします。ピース。